いつか彼女と見た映画の一場面のようだ。学院に入学したのは逃避だった。けれど逃げた先の学院で私はあの人と見たアミティエと出会った。時間です。
旧聖堂跡。私が知っているバスキア教諭は姫だわ。慈悲な死を遂げ、死の影の谷を歩く。美しき花よ、汝はつぼみのまま刈り取られた。神は最も清らかなものを傍らに置く。天井の枯れることのない庭へ、汝という花を咲かせたのだ。シオン・バスキア。
悪魔と青く深い海の間でという英語の慣用句がある。後がない、切羽詰まった状況に使われる表現だそうだ。悪魔に追われ背後には海がという状況に陥ったら、人は悪魔に食べられたくない一心で深い海へと身を投げてしまうのだという。どちらを選んでも救いはないという選択肢。きっと私の大好きなアミティエは選びようもない選択を幾度も迫られてきたのだろう。これから始まる物語は、優しい悪魔のささやきと絶望の海へのいざない、救いのない二つの問いに迫られながらも希望を失うことのない少女のお話。エリカさんなら映画のシャイニングみたいだって言いそうね。シロ先輩、コミカド先輩、
早く戻らなくちゃ。恐竜と2ラウンド戦ったような顔をしてるぞ。遅くなってごめんなさい。これ意外と重…だから私もついていこうかって言ったんだ。白羽は華奢だからな。ご苦労様。今、美味しい紅茶を入れるからね。お昼、取っておいてくれていたのね。まだみんな手をつけていないわ。白羽さんを待っていたのよ。ダイヤの会の会長様を待たないなんて不敬なことをしたら、会のメンバーに貼り付けにされて殺されちまうよ。ニカイアの会が秘密結社みたいな組織じゃなくてよかった。どうした会長。その呼び方は白羽さんでいいでしょ。役職名で呼ぶのはよそよそしい感じがして嫌だわ。まあ確かに役職名で呼ぶのは一歩引かれてるような気がするもんな。なあ院長。突っ込まないわよ。突っ込んでるじゃねえかよ。打てば響く。さすがだわ。はまだ来ていないの？そういや、あいつらも家に戻ってないんだったな。ご家族の都合がつかなかったから家に帰るのが面倒だって言っていたけど。そう、私と一緒ね。私も似たようなもんだが、白羽も帰らなかったんだな。父は海外で戻ってこられないそうだし、祖父も旅行に出ているそうな。なるほど、それじゃしょうがね。しまって。
あ、ちまっ。よっと、本体を手に入れたぞ。ありがたいけれど、返してくれないかしら。それがないと何も見えないのよ。いや、よくよく考えてみると、学院に入る前まで思い返してみても、自分の周りにメガネをかけているやつって、いそう、いいから早く返して。なあ白羽、同じ処置仲間として、お前と私どっちがメガネ似合うと思う？合唱部とか、ほら、結構あるじゃない。ダメよエリカ、副会長様が困っているじゃない。だから役職名で言うのは、もしかしてからかっているのね。そろそろ食べようぜ、腹が減った。紅茶も行き渡ったし、それじゃあ始めましょうか。やあやあ、待たせたね、君たち。やっぱりエリカちゃんたちもいるですよ。なんだ、やっぱりこっちにいたんだ。お茶会を開くって言うから、エリカたちの部屋に誘いに行ったのに。何度も言うようだが、名前呼びはやめろ。だって、千鳥もりっちゃんだって、エリカって呼んでるじゃん。ああ、そりゃそうなんだわ。しおちゃんだって呼んでますよ。白羽はお前たちと同じで許してないから。お前たちは許してやるよ。やった。このやり取りをこれから何十回となくするのを考えると、ひたすらに面倒くさいだけだからな。スオちゃんも許すのですよね。白羽はダメだ。なんで、別にいいじゃん。難しいんだよ。まあ、なんだ、お茶会の話は聞いてないけどな。
私らは白羽たちに昼飯を一緒にどうかって来たんだよ。それはハンバーガー。私としてはご一緒したかったですね。ごめんなさい、さすがに用意していないわ。まあ残念だけど、私的にお昼はもう食べてきたからね。その匂い、クッキー？正解です。調理室が空いてたから使わせてもらったのですよ。八代先輩とのことがあったものね。スオちゃん、早く飲まないと冷めちゃうよ。お茶もだが、ハンバーガーも早く食べろよ。冷めた料理ほどまずいものはないか。そうね。めっちゃうまだな。牛肉を切らしているってんで、今日のハンバーガーは鶏肉なの？これ。先輩がいたらお腹を抱えているところだね。食わず嫌いってのは大罪だぞ、チドリ。鶏肉のトップ3が入ってるんだ。うまいに決まってる。カモと七面鳥を使ってるんだ。七面鳥はクリスマスに余ったやつだけどさ。にしたわよ。そういえば聞いたことがなかったわ。何をかしら。白羽さんが紅茶糖なのかコーヒー糖なのか、どっちが好きなの？
りスオさんは分かっているわ。どこかの誰かさんに聞かせたいわ。悪かったよ。これも悪くない。ただ食い合わせのことを言って。なーに？なんでもない。飲み終わったから新しいのをついてくれ。いいわよ。私たちが持ってきたおやつでお茶会始めようよ。え、そうね。お湯が足りないみたい。私が沸かしてくるわ。さっきはスオさんが言ってくれたのだもの。今度は私が。その方がいい。遅れたら私が全部平らげちまうから。シオン・バスキアを調べ始める。現職の教職員の中にダリア先生以外のバスキア生はいない。そうだわ、養父なんだもの。年配の方だって。そうじゃない、固定観念だわ。すごく若い方の可能性だってある。Thank you.
明治41年、学院長。スオさん？ずいぶん集中していたのね。夢から覚めたような目をしているわよ。どんな面白い本を読んでいるの？調べていたの。リカイアの会の会長になったのに、尋ねられて何も答えられなかったら恥ずかしいかなって。もしかしてここにある本を全部？冬休みの間にある程度は目を通して。知ることは大切だわ。あの、スオさん。私もニカイアの会の副会長になったわけだし、スオさんの言葉を聞いたら、もっともだな。した後返事を待たないといけないって礼法の授業で習ったでしょ。ダリア先生みたいなこと言わないでよ。りっちゃんにことづてに来たんだからさ。私へことづて？合唱部の子に頼まれたんだよ。こっちに来る用があるならりっちゃんを呼んできてくれって。休みの間の合唱部の練習についてのお話を。まだいちごさん、みんなには私抜きで進めてもらえるように言って。ダメだよ、部長の小帝先輩がいないんだから。合唱部は実質りっちゃんが回しているようなものなんだからさ。ほかま先輩が。その先輩は家に帰ってないの？行ってくるわ、スオさん。少しかくまってくれ。かくまってくれなんてどうしたの？今まで昼も取らずに千鳥のバレエ練習に付き合っていたんだ。地獄だよ。姉の言う通りだったな。こもりきりだって言ってたからな。
理用品みたいに。やめて、八代先輩じゃないんだから。そっち系のネタは先輩の専売特許だったものな。会長職と同じく受け継がれるべきものだ。お前の分だよ。お茶はお前が入れてくれ。保温しておいた紅茶があるの。入れるわね。ブリトーのいいところはいろんな味があって飽きないところと、手を汚さないで本が読めるところだな。残っているだけで十分。ここからだとトイレに。学者の一番奥だものね。仲良しの女子を気取ってトイレへご一緒にってのもな。一緒にトイレ。やめろ、キラキラした目で見るな。よかったよ。八代先輩が去った後のお前の顔つきだよ。だいぶマシになった。そんなにひどい顔をしていたかしら。苦悩ってタイトルをつけて額に入れて飾っておきたいほどだったよ。でも今はいつものお前の顔に戻ったな。うまいブリトーを差し入れてるしな。私を気遣ってくれている。で、一日こもって何を調べているんだ。そんなに面白い本があったのかよ。一度だけ八代先輩から年鑑を見せてもらったことがあったな。学ダルパ。もしかして千鳥から怖い話を仕入れてくれって頼まれたとかか。あいつどんどんそっち系の話好きになって。そうじゃないの、それは。皆まで言うな。あんまり褒められた趣味じゃないが、コミカド先輩からこいつも受け継いだと考えればいい。タルパって言えばチベット仏教の図書を読んでいた時に知ったのだ。チベット語で霊的な化身を意味するトゥルパが正式名称だよな。
だがタルパは怪異というよりも修行の中の産物だろう。身体と精神を追い込むと幻覚を見ることもある。そうだよね。宗教における修行だけじゃない、あらゆる追い込み型の修練では何がしかの幻覚を見ることがある。タルパはそれが人に見えるってだけだ。脳の作用だからな。千鳥には違う怪異譚でも仕入れてほしい。基礎となったタルパは話した限りだが、今のタルパは変化して少し違う方向になっちまってるんだよな。イマジナリーフレンドみたいな。イマジナリーフレンドってのは自分の頭の中で友達を作り出すことだよ。人間関係の概念が希薄なおさ自ら生み出す。お気に入りのお人形は本当の友人と思い込むようなものなのかもな。成長するにつれ現実の友人関係に触れ自然に消滅するらしいけどな。あいつらのことなら心配いらないと思うぜ。え？佐々木姉妹のことだよ。今はもう吹っ切れている。な、おい。ありがとう。ありがとうって何がだよ。いつも私を気にかけてくれていること。そろそろ千鳥の練習も終わった頃だろう。様子を見てくれよ。そろそろ休憩にしましょう。今度は何を入れようかしら。スオさん。ありがとう。どう？以前気に入ってくれたウバなんだけれど。とても美味しいわ。何？私もスオさんのお手伝いをした方が良いと思うの。学院の歴史を知ることはとても大切だと思うし。それはそうなのだけど。
義務感から言っていると思ってる？それは違うの。この学院が好きだから詳しく知りたいだけ。そうなのよ。だっ、よーし、白羽、昨日の話だけどさ。まずいところに来ちまったみたいだな。別に邪魔じゃないわ。そうかい、今から押し倒すところだったように見えたんだけどね。こいつは他愛ない忠告ってやつだけどな、どんな状況でもベッドマナーってやつがある。控えてくれよ。だからそういうことじゃないの。昨日話したやつについてだ。私が持ってきた本の中にあったから参考にしてくれよ。エリカさん、スオさんから何か頼まれ事をされたの？こっちが勝手に持ってきたんだが。どうした院長、故郷に笑顔を忘れてきたか。相談してくれなかった？そうじゃないの、リッカさんに尋ねたくても。尋ねたくても。あのね、エリカさんに尋ねたのはとあるお化けの伝承なの。そして持ってきた本にはそのお化けのこと。そうだったの、私を気遣って。つまり白羽は怖い話が苦手な院長に気を使ったんだよ。尋ねられたものの詳細が載っている本を持ってきたのさ。私が誤解していたわ。まったくだぜ、委員長は導火線が短いんだよな。駄菓子屋で売ってる爆竹並みだ。揉めている暇なんかない。エリカさんだけには言われたくないわ。そいつは私が厄介事を持ち込んでくるってことか。どちらかといえば解決している方だぞ。春に私を陥れたことまだ忘れてないわよ。厄介事を持ち込むで思い出したんだが、
佐々木姉が面白い提案をしてきたんだ。私は乗ってもいいと思うんだが。これなら4人は中に入れるんじゃない？おお、見事な鎌倉になりそうですね。こっちも負けてられないよ、リンゴ！もう少し大きく。リンゴをモデルにした雪だるま、完成させ。この雪だるまって、私裏の部分がまだ薄い。そこをもっと補強しないとダメだぞ。不器用だよな。バレエの才能の10分の1でもあればよかったのによ。だから力入れすぎだって。雪うさぎはふわっとなっているのが可愛いんじゃんか。いいからエリカは黙ってて。私なりの最高傑作を作るんだから。熱いおしるこでも飲もうぜ。あ、甘酒でもいいけどさ。まだダメよ。おしること甘酒はこの鎌倉が完成したら。そいつは風情がありそうだけど。もちろんエリカさんも鎌倉へ招待するわ。側の厚みはこんな感じでいいかしら。ちょっと待って。厚みも十分だし大丈夫だと思うわ。エリカさん、どう？ああ、問題ないんじゃないか。監督のお墨付きも出たことだし、あとはみんなで。うわ、なんで高崎さん、あんなに雪うさぎを作っているの？私もその理由が聞きたいよ。うさぎさんたちに仲間を作ってあげようとしているのかしら。エリカさん、嫌だ。サワラの神にたたりなしって言うだろうが。りっちゃん、隙あり。
やりですよ。アミティエのピンチだ。参戦してやれよ、白羽。私も雪合戦に参加していいのかしら。何上ずってんだ。ダチ同士なんだ。いいに決まってるだろ。いきなり攻撃なんて卑怯。どの口が言いやがる。楽しかったわね。高崎さん、急に声をかけて驚かせてしまったわね。そんな風な顔。声をかけてもらえて嬉しいわ。そう、楽しめたならよかった。Thank you.
何か思い悩んでいること、それは理由を知りたいだとか打ち明けてほしいだとかではないの。ただあなたを守ろうと心を砕いている人がいるということを知ってほしかったの。私を雪遊びをしようって提案は佐々木さんたちが言ったことになっているけど、本当の発案者は花菱さんなの。リカさんが、彼女、自分が提案したらあなたを思ってのことだと見抜かれて純粋に楽しめないと思ったんじゃないかしら。白羽さんはエリカと同じで頭が切れるから。言うつもりはなかったのだけど、でもなんていうか、今のあなたには花菱さんの元へ行ってあげて。自殺した。そう、衝撃の展開だったわ。まさか主人公が亡くなってしまうだなんて。あの、それって。以前白羽さんから面白いとお墨付きをもらって貸し出された小説よ。もしかして聞いていなかったの？イズニクでやらなきゃいけないことを考えていたから、心ここにあらずというか。そう、失礼ね。愛してなんかいないわ。処置のエリカとは未定なんですもの。読書中に話半分に返されるなんてしょっちゅうだわ。あの、でもごめんなさい。白羽さんは真面目ね。お昼をとってまたイズニクへ調べ物に戻るというところかしら。面白い本を紹介してもらえ。HP ラブクラフト？恋愛小説かしら。でも表紙は私好みな感じだわ。白桃の香り。
怪奇、幻想小説ではかなり有名な方だと。そう、怖い話は好きだけど聞いたことがないわね。日本のものばかりしか選んで読んでなかったからかし。きっとエリカの耳に入ったら、なんだ、高名な小説家だぞ、知らないとか正気か。やっと笑ってくれた。ここ最近張り詰めた表情をしていたから大丈夫かなって。やっぱり白羽さんは笑っていた方が美人。そんな、私なんて。謙遜しすぎるのも嫌味になるわよ。でもエリカって白羽さんみたいなタイプの方が。ことあるごとに白羽が白羽がって言うのよ。エリカ、あなたのことが心配みたい。アミティとして少し焼けてしまうわ。エリカさん、処置仲間同士の友情かしら。だから私もその仲間に入れてほ。でも処置っていうにはまだまだ読んでない本が多すぎるのよね。押さえておくべき本20冊とかやってくれるなら頑張って読むのに。本好きでも年代によって認める認めないがあるから、これというのはないのだけれど、怖い話が好きなら怪奇小説や幻想小説に。ジャンル問わずじゃなく狭めるわけね。エリカさんなら幻想小説も読んでいるだろうから合わせてくれると思うし、深い話ができたらきっと。そう、そうよね。それじゃあこの本も読んでみる。あと何かおすすめはないかしら。代表的なものなのだけれど、素直に言うわ、日本のものも昔のやつには手をつけてないのよ。そこまで。以前と比べるとだいぶ良くなったわね。本当？ジュテの際に手首足首に力が入りきっていないところが難点だけれど、形にはなってきている。調べているから
今までの練習で何か質問はあるかしら。一番の理由は怪我をしないためよ。バレエでの怪我のトップは着地での捻挫なの。力を入れていないと足が開きすぎて着地を誤って捻挫してしまうのよ。私の習っていた教室では着地での怪我の次に自主練中に同じく練習している子とぶつかって怪我をするのも多かったわ。いえ、こうして高崎さんからバレエを教わることができるようになるなんてちょっと不思議で、転入してきてすぐはそのいろいろあって、もうごめん。そういえば少し前エリカから勧められてある映画を見た。エリカさんからのおすすめ？ええ、赤い靴という映画よ。視聴覚室で見たのだけど、どうした？思っていたのと違ったのよね。まあ私のことを知っているからこそ勧めてくれたのだと思う。バレエをしている女性が主人公だからよね。まあ主人公の一人だけど、いろいろ家庭の事情が複雑で見ていて気分が良くなるものではなかった。そもそも赤い靴って表題なのに、あの靴安っぽいピンク色じゃなかった？踊り死ぬのに靴を履いたら足を失って死ぬなんて、そこも変よね。どうしたの？高崎さんの話している赤い靴ってホラー映画の方の赤い靴ですよね。ええ、初めからその話をしていたのだけど、名作で感動するって言われたからあれって思ったけど、エリカのことだから。高崎さん、怖いお話も好きだしね。ええ、それもあるから私のために選んでくれたのだと思っていたわ。まあ面白い。今度は一緒に見ましょうって誘おうと思ったのだけど、エリカよほどのことがない限り同じ映画を二度は。時間は限られている、有効に使わなきゃな、とか言って本なら気に入ったら何度でも読み返すくせに。私
それいいわ、白羽さん。うん、白羽さんが一緒に見るなら来るって言うだろうし、楽しみだわ。そうね。高崎さんと、もっと仲良くなりたかったのにな。白羽さんが一緒なら来るっていうのも、それはそれで尺よね。そろそろ離れた方が、高崎さんの家だろうし。ごめんね、来やすかったわよね。そんなこと。花火師さんに怒られちゃうものね。でも、バレエの映画って結構踊る上で役に立つのよ。主人公の演舞を自分が踊っていると仮定してみながら、こう、ちょっと上手に俯瞰で見るんですか。そうそう、その俯瞰よ。別の視点で見られるから。辛いサラミを食べながらうまい紅茶を飲む至福だ。苦いコーヒーの方が合うけどな。好きだなんて言う人には紅茶のおかわりをついであげないわよ。おい、聞いたか千鳥、二階への会の副会長様が権力を傘に着て横暴な振る舞いをしだしたぞ。私はどちらかというと紅茶派だわ。高崎さんはいい人だわ。どうぞ。我らコーヒー島から裏切り者が出たぞ。白羽、なんとか言ってやれ。え、スオさん、コーヒーの方が好きだって。それは。もちろん紅茶派よ。そうよね。これで3対1よ。民主主義の名のもとに被告八重垣絵里香は断罪されます。
初めて食べたけれど、案外美味しいわ。後を引く味ね。ブルータスといえば、最近ローマ史の映画を見たのだけれど、白羽さんおすすめの歴史ものの映画ってあるかしら？ローマ史なら、そうね、グラディエーターとかベイハーとか面白かったけど。へえ。意外ね。白羽さんはアクション寄りでなくて、もっと世界史を。白羽は意外と暴力描写のある作品が好きだよな。なんて言ったってクリント・イーストウッド好きだし。イーストウッドはダーティーハリーのようなアクションだけじゃないわ。マディソン郡の橋のような切ない役も演じ、監督もしているし。白羽さんらしいチョイスね。でも一番好きなのはダーティーファイターだって言っていただろう。それってあのお猿さんが相棒の？私の薫陶が生きてきたな。白羽はその猿が好きなんだってよ。クライドよ。あ？相棒の名前よ。それに猿じゃなくてオランウータン。そういえば猿で思い出したのだけれど、オランウータン。ごめんなさい。猿夢って都市伝説ですよね。確か夢を見るたびにどんどん死に近い。知っているの？せっかく聞いたから教えようと思ったのに。ちょいと前に夢見が悪くてその話をしたんだよ。それでまた怪談好きが再燃したってわけ。そうなの。ねえ、白羽さんは何か怖い話を持ってないかしら。花火師さんでもよいけれど。私がそんなお話するわけないでしょ。ごめんなさい、慣れ慣れしかったかしら。そうじゃなくて。祖父の話は本格的すぎ。しょうがないな。それじゃあ私は一つ披露してやる。エリカさんが？ああ。委員長にすがられたら断るわけにはいかないからな。時期外れだが、冬の階段もおつなもんだ。一つ、侍女から聞いた話を披露してやるとしよう。それって、剣道をやっているっていう。それって前に合宿から帰ってきたお姉さんへ意趣返しに聞かせたっていう。一番上の姉が夏休み合宿で出かけている間、私は姉の介助をした。ん？逆じゃなく？お、言うようになったじゃないか。侍女が夏休みに入る前、剣道の稽古中に左手の指を疲労骨折してしまったんだ。だから互いに足りないところを補ったってわけさ。ご両親は？どちらも仕事の虫でね。まあこの話には関係ない。侍女が病院通いしたってところがミソでね。自宅からほど近い大学病院へ通院していたんだ。その大学病院はちょうど改装工事をしていて、病室の塔に足場を組んでいたそうだ。
姉は入院していてろくに外も眺められないのかと同情したそうだよ。入院中は外を眺めるのが楽しみだものね。私たち的にはそこに本が入るが、脱線しちまったな。通院しているとそこの大学病院に知り合いの顔を見つけた。近所に住むおばさんで、次女は朝通学するときに挨拶していたから見知っていたんだな。病院で行き合うとよく話をしていたそうだよ。長女さんといい、エリカと違って愛想がいいのね。ほっとけ、次女は年上には好かれるんだよ。昔から姉は病院へ通う際に見るともなく工事している塔を眺めた。そこでおかしなことに気づいた。幽霊を見たとか。そうじゃない、ある部屋のベランダから赤い紐がだらりと下がって。紐くらい工事をしているんだから。普通工事現場の紐、ロープといえば黄色と黒のトラロープだろ。赤いロープなんて見たことがなかったから目についたって話していたよ。そうね、言われてみればそうかも。それに他の場所ではトラロープが普通に使われていたんだ。だけどその部屋のベランダにだけ赤い紐が。通院するたび見かけたそうだよ。週に2度治療と経過を見てもらいに行っていた。その度に足場を組んだ塔のとあるベランダから赤い紐が、そして5度目だかにたまたま会った看護師長にその話をした。するといつも穏やかだった彼女の顔がさっと変わったそうだ。診察を終えた帰り道、ベランダを見やると赤い紐はなくなっていた。きっと看護師長が工事現場の人に話を通したんだろうと思ったそうだよ。後日診察を受けに大学病院へ向かったと、何の気なしに向けた視線の先には、何かいたずらのように感じる。姉もそう思ったそうだよ。看護師長が対処してもらったのに、また赤い紐が。いたずらをされているその部屋の住人に興味が湧いたそうなんだ。一度回収されてもまたされるくらいの人物だ。どんなやつだろうってね。悪趣味ね。変わり者なのは八重垣家の豪病でね。診察を終えてから工事現場のある塔、病棟へ向かった。工事しているってのに随分静かだったそうだ。奇妙に静かな長い廊下を抜け、赤い紐がかかっていた病室へとたどり着いた。そして部屋のドアをノックし、いや今更ながらどうしたものかって困ったのさ。好奇心から来ちまったが面識もない。ベランダの赤い紐ですがなんて切り出すのも妙だ。さてどうしたものかと思案していると、個室の病室から初老の男性が出てきた。姉を見下ろしながら横柄な口調で追っ払われたそうだ。その態度からそりゃいたずらもされるよなと独り言したそうだよ。ただの太刀の悪い。姉もそう思った。だからその後の通院でも九段の病室のベランダに赤い紐があっても、特に看護師長へ赤い紐の話をしたのはちょいとしたつなぎの話題だった。だが話を聞いた看護師長は姉の腕を取り、
人気がない場所へと無理やり連れて行った。そして病室へ行ってはいないかと尋ねた。正直に話したの？いや、姉は空とぼけて、ただ一旦は消えたのにまた紐が下がっているから気になっただけ。すると看護師長は長いため息を吐いて、誰にも話さないことを誓わせた上で、あの赤い紐はある種のまじないだと告げ。まじない？その土地特有のまじないだそうだよ。看護師長の家は曾祖母が拝み屋のようなことをやっていたから知っていたそうなんだ。赤い紐はその呪いに必要な一つ。ああ、まじないを成就させるためには赤い紐と呪う対象の部屋へある種の植物を置く。そしてその二つを。そんな迷信よ。眉唾の話じゃない。姉も面白い話だとは思ったが、委員長のように迷信だろうと考えた。そして看護師長はもう一度部屋に行ってないかを尋ね。もしかして部屋に行ってしまったら。看護師長はあんなものを間近で見るのは気分のいいものではないからと告げた。そして何度も何度も消しているのにと。確かに見たくはないわね。ただの紐でもそんなことを知った。ちょっと待って、決して捨てているのにじゃなくて。そう、看護師長は決してと言ったんだ。姉は白羽のように聞き返した。あなたが何度も見たという赤い紐、遠目からだと紐のように見えたのだろうけど、本当は血なのよ。赤い紐なんてなかった。ああ、まじないは部屋に植物とある方角の窓から自分の血を滴らせて成就する。姉はその話を聞き背筋が凍った。姉は通院するたびに赤い紐、血を見ていたんだが、看護師長も気づき、そのたびに消していたらしい。そう、姉が凍りついたのは、何度も何度も自分の血を使いまくほどの深い恨みの方だった。消されても消されてもやめない、執念の方が空恐ろしかったってさ。幽霊は出てこなかったけれど、これはこれで興味深いって。こんな怖い。今日はこんなに怖い話なら私が話せばよかった。次の語り手のお話を聞こうか。なんだか不吉に見えてくるわ。冬の間だけ別荘に泊まりに来るカップ。
すべて世はこともなし、とはいかないわね。バスキア製を持つ者は、ダリア先生以外に財産…Thank you.
現場百遍って探偵よりも刑事みたいよね。旧聖堂。仮説はいくらでも立てられる。でもか。シオン・バスキアを、今は旧聖堂に関わりのあった神父様だと仮定しよう。彼が祈ったこの場に葬る。葬ったのは学院のものだ。なら掃除をしたり、お墓参りに来やすいよう、学院の敷地内に埋葬するのが合理的で。これは、あ、はじめに思ったように、妖婦であるならば、何もおかしくは。アングレカムの花。
花を備えたのは、バス。確証はないけれど。スオさん。バスキア教諭に、直接、スオさん？スオさん、調子が悪いの？え？何度も呼びかけたけれど、返事がなかったから気分が優れないのかって。平気よ、ただぼーっとしていたの。あまりに人が来ないから。リッカさんに気取られるわけに。確かに全然利用者がいないわね。冬休みの間も図書委員のお仕事しなく。レファレンスのようなことはしないけれど、貸し出しは行っているの。お休みの間はカードを机の上の底の箱に入れてもらって。それだったらスオさんが来ることはないんじゃないの？中断して。私は傲慢だわ。私が最も嫌いなものに自分。
何も得るものがなかった。風で何かが倒れた。誰かいるの？誰かいるのね。あなた、もしかしてバスキア教諭。私、旧聖堂を見つけたの。燃え落ちた聖堂跡よ。そこでシオン・バスキアのお墓を見つけ、台座に置かれていたアングレカムの花、あれは
私の。その壁の向こうにいるのは、マユリなの？マユリ、なの？ツオ。本当にあなたなのね。よかった。消えてひどいことをされているのだと思って。なぜ黙って消えてしまったの？何かお家の事情が。私、あなたのことをずっと探していたのよ。あなたを求めて2階へ。内気で引っ込み思案な私が今2階。ディッカさんは副会長になって、いても君の幸せを祈っているよ。マユリ！忘れない。必ずマユリを迎えに行くから。だから言ったでしょう。欠陥品が愛されることはないって。夏目漱石全集に功夫という作品がある。とある青年が不実さゆえ三角関係となり、やはり不実さゆえ全てを捨て家を飛び出す。行くあてもなくさまよい歩いていると声をかけられ、言葉巧みに炭鉱へ連れて行かれるという筋だ。炭鉱の町でさまざまな人たちと出会い、飯場の仕事をこなし、5ヶ月もの時を過ごす。そしてこのお話は、青年が家に戻った際に揺さぶられ、目を覚ました夢のように唐突に終わってしまう。
今や伝聞でしか知り得ない鉱山町や行動でのやり取りなど緻密に描かれ、面白さを感じたけれど、私の好きなあの人は青年が成長しないことに恐怖と安堵を覚えたと言った。住む町を変え、仕事を変え、人と会い、老苦に耐える。しかし青年の考え方はまるで変わることはなかったのだと。始まりと終わりで変わることのない自分、変化は良いこととして語られることが多いけれど、変わらないことにも努力が必要であることを私は学院で知ることになる。これから始まる物語は、変わらぬ思いを標本にして閉じ込めた愚かな少女のお話。